外人は外国人や非日本人に対して使われる日本語の語。この語は漢字二字、外と人からなる。外国、外者といった語も同様に構成される。国籍、人種、民族などの日本で一般的な概念をまとめて指す。その単語が否定的あるいは恵根的な意味を持つようになったと感じている人もいれば中立、あるいは肯定的だと主張する人もいる。 外国人は、日本政府やメディアで広く使われている、より中立的で、幾分正式な言葉である。外人という語は、13世紀の平家物語に書かれている。外人もなきところに兵具を整え、アセンバリングアームズウェアゼアレノー外人、ノート一ここで言う外人とは、部外者や潜在的な敵を指す。別の初期の参考文献である二条、吉本の連立秘書では、友人ではなく、 見知らぬ人である、日本人を指すために使われている。脳の演目クラマテングでは、旅僧の姿に、召使いが反対する場面がある。源平両家の同業たちの脳のゴザソーラウニ、火曜の外人は叱るべからずこう、英外人ダズントビロングヒア、ウェアチルドレンフロムザ・ゲンジ・アヘイケ・ファムリーズ・アレ、プレイング、ここで言う外人とは、部外者や見知らぬ人も意味する。外国人という語は、 外国と人で構成されている。早くは1235年から用例が見られるが、1838年に再出現するまで大部分は比較長的だった。明治政府はこの号をさらに普及させ、偉人、異国人、異邦人にとって変わるようになった。大日本帝国が朝鮮と台湾に広がった時、内国人という用語は他の帝国領の国民を指すようになった。 第二次世界大戦後、他の用語は使用されなくなったが、外国人は非日本人を指す公式の語のままだった。現代の外人は外国人の短縮語だと考える人もいる。市民権による2000年の日本の外国人、すべての形の語が外国人や部外者を意味するのに対し、実際には外国人と外人は少数民族グループ、主に白人を指すことが一般的である。 しかし、外国で生まれ育った和人を指すこともある。また、野球やプロレスリングなどの日本のイベントでは、頻繁に日本を訪れる欧米のパフォーマーを総称して、外人と呼ぶことが多い。日本人は外国にいる時でさえ外国人を外人と呼ぶことが多い。また、外国へ土着した日系人の人々も、日系の大義語として、非日系人を外人と呼ぶことがある。 歴史的には、外人という言葉の意味の中には、白人の威信と富、または、西意用企業の力を尊ぶというものもあった。このように語調が常に肯定的、または中立的であると解釈する人もいる。しかし、この語は、多くの日本語話者が否定的な意図なしに使っているが、一部の人には、軽蔑的で、排他的な態度を反映していると見られている。 ホワイルザタームイットセルフハズノーディロガトリミーニング、イットエンファスイゼスザイクスクラッセバーネス、オブジャパニーズアティチュードハズゼアフォーピックドアップ、パジオティブコンティションズザットメニーウェスターナーズリゼイント、マユミートをこのような意味合いから、外国人を指す、代替の語として、より中立で正式な外国人という語がよく使われる。クイーンズランド大学語学、比較文化学部で、日本研究をしている。 ナネット・ゴットリーブ教授によると、この語は物議を醸し、今ではほとんどの日本のテレビ局で敬遠されているという、外人は西洋文学やポップカルチャーによく登場する。題名にもなっている小説としては、マーク・オルデンの外人、ジェームズ・メルビルのゴー・ジェントリー、外人、ジェームズ・カーカップの外人・オン・ザ・ギンザ、ジェームズ・クラベルの外イ,イコール人、ヤニック・ロウの同名の歌もある。 長編映画のタイトルでは、千塚山崎の外人 OS、コミニオスラリベルダージと、外人 AMA、ミイコモ、ソウヤ、フミイノウエの外人などの短編アニメのタイトルがある。詳細は、EN、デモグラフィー・オブ・ジャパン・フォーリン・レザ・デンツを参照、ザ・サーティーンズ、センチュリー・プロナンシエーション・オブ・ザ・キャラクターズ・外人・イズ、リベイテッド、イット・メイ・ハブ・ビーン・コトビト、ウドキヒトアグ・ワジェン、 The sparing guiding is used here for continuity. ありがとうございます。